ンネル。DYM 人事部熊谷です。澤優です。山本です。はい。そして山本さん、今回なんとタイトルがですね、インターンのすすめということで。福沢諭吉かな？はい。学問のすすめで。日本に結婚制度を作ったのは福沢諭吉という説がありますが、本当なんですか？そうなんですか？そこまで知らなかったです。諸悪の根源。諸悪の根源、はい、誰も幸せになっていない結婚制度。女の子ですら幸せになれないからいらないと思う。ザワユ、いろんな男の人となんかね、生活してみたいじゃん、ね、一人の人を愛し続ける美徳みたいなのないんですか？うん、ないですね。だってどうせ5年で飽きるでしょ。だいたい3年目過ぎてもう辛くなってきて、5年経つともう家族、なんかもういいや空気みたいな。5年お付き合いされたことはあるんですか？ありますね。でも別れました。私が飽きちゃいました。という今回はそんな5年付き合うのが限界な澤優さんが何やらインターンを始められたということで、企業での長期インターンやっぱりなんかやった方がいいのかなとかって思ってる方多いと思うので、ちょっとお話を伺っていこうと思うんですけど、はい、ちょっと経歴とかから簡単に自己紹介改めていいですか？今慶応の義塾大学の大学院メディアデザイン研究科っていうちょっとなんか変わった学部に在籍していて、まあ、1年生なんですけど、若干就職も考えようかなとか思っている時期であります。好きな食べ物はとんかつで、趣味は麻雀です。よろしくお願いします。さっき鴨さんが気に入ってきた麻雀趣味なんで、そう乗ろうかなと思ったんですけど。計算とかできるんですか？あ、できます、できます。お、すごい。独自の式編み出しました。地学部でした。中退しちゃったんですけど、全く違うところからのメディアデザイン研究科っていう IT とかデザインとかの院行きます。芸能の方では大阪の方で演歌100選っていう番組の MC をさせていただいてます。あとね、ミス ID に出場しているので、皆さんよかったら応援してください。インターン始めたと。どんなインターンですか？土木関係の会社で経理とかマネジメントとかをやらせてもらって。全然違う、経理とマネジメント。そうなんです。いろいろなんか社会ってこんなところだよっていう経験をさせていただいたっていう感じです。なるほど。1ヶ月ぐらいで雑草、なんか土木の企業ってこんな感じなんだよみたいな。土木関係に就職する女子学生って少ないじゃないですか。うん、ザワユがやることで土木の業界全体がすごいなんか女子学生が入ってきてくれるんじゃないかなっていう風な思いも込めて、普段はインターンを受け入れてないんですけど、やってもらったっていう感じですね。あとはもう一つ、私の個人の理由なんですけど、修士論文書く際に何か経営をして、あと自分の見解、例えば発信力だったり、私の場合は発信力だったりとか、あとなんか女の子が土木っていうちょっと男の職場で働くことってどんな感じなんだろうっていうことをちょっと発信できればいいなっていう思いもありまして、土木の会社にインターンをさせていただいた。観光大使みたいな感じですね。観光大使かっこいいですね。土木大使ですか？マネジメントって何のマネジメントをされてるんですか？例えばなんか造船ってあるじゃないですか、はいはいはい、河川 の、 あの堤防を作ったりとか、はい、ああいうのをなんかどっかのゼネコンから下請けをもらって、うん、どの建設会社にやってもらうかとか、あとはなんか土木の土とかあのトレーラーの予算はどのくらいなのかとか見積もったりするのがマネジメントですね。自分が工事をするわけじゃなくて、その造船をする際にどういう機関でどういう人を使ってどういう風に進めていくかっていう企画を作るっていう意味でのマネジメントですね。どのくらい期間やったんですか？私の場合は1ヶ月でした。ちょっとコロナの時期に学校もオンラインの授業でお休みがちだったし、芸能もお休みがちだったので、あ、じゃあそれなら行っちゃえってことで、1週間に5日ぐらいかける4ぐらいのペースでインターンをさせていただきました。週4で働いたって？週4か5で働きました。結構がっつりですね。がっつり密に詰めた感じですね。芸能ではああいう風に炎上キャラとか適当な感じなんですけど、超 A 型人間で、やるって決めたことはちゃんとやるタイプなんですよ。こういうところでちゃんと言っとく。時給も出てるんですよね、インターン。そうですね、時給も出ました。高いか安いかはちょっとわからないですけど、1000円くらいは出してもらって、うんうん、なんでその土木環境を選んだんですか、その最初に？ IT とか女の子が好きそうな旅行の職場とかって、うん、もう大体なんかブログとか見ればどんなことをインターンでやるのかとか見えちゃうじゃないですか、うん、じゃあ私もう全く未知の世界に行ってみたくて、好奇心で単純に土木が面白そうだったんでやってみました。他の人がやってないさそうなことってことですね。そうですね、私逆張りの思考が好きなので、うん、会社規模的にはどれぐらいの感じの会社だったんですか？めちゃくちゃ小さくて20人程度の会社です。じゃあ他に同期のインターン生いたりとかっていうのなく、もうは
いました。あ、2人で。実際そのインターンやってみて、なんかこうメリットデメリットというか、なんか考え方変わったとか得られたものってどんなのがありますか？学生は考えがめちゃくちゃ甘いなって思いましたね。やっぱ社会に出ると自己責任ってわけにいかなくなっちゃうじゃないですか。仕事失敗したら自分だけの責任じゃない、本当周りの同期の人とか会社の責任になっちゃう、だからもう自分だけが良ければいいっていう考えじゃ通用しないんだなっていうことが分かりましたね。土木関係のイメージだったり印象っていうのはやる前と やる後でどう変わりました？一番変わったなって思ったのは、女の子でも挑戦しやすいんだなっていうのが分かりましたね。力仕事以外の細かいお仕事も結構ありますね。例えばその、ね、マネージメントだったり予定を立てたりとかお金の管理とか、結構大事になってきたりするから、女の子でも挑戦しやすいんだなって思いました。チヤホヤされやすいでしょうしね。そうなんですよ、めっちゃチヤホヤされます。男の人が9割の職場なので、そのマネージメントする人たちも本当女の子ってだけでわーみたいな、なんか来たみたいな感覚に、だってめちゃくちゃ働きやすいし、ちょっと失敗したぐらいでもう怒られないですよ。若い人が本当いないんですよね。若いっていうことと、はい、やっぱ女の子であるっていうことでめちゃくちゃチヤホヤされて働きやすいですよ。IT とか旅行会社行くんだったら土木行った方が絶対給料も高いし、チヤホヤされるし働きやすいし、いいんじゃないかなって思っちゃいます。なんかあれステマと思えるぐらい土木をしてきますね。そんなに魅力を魅力ありました。考え方は、まあ、かわいい若いとか分かんないですけど、みんなが行きたがるところっていうのはやっぱレッドオーシャンだし、そうですよね。人気企業とかって行くと同家も優秀な人たちばっかりの中でしのぎを削って競い合って人生かけて競争するんで、それは超レッドオーシャンですけど、人気はないけど実は入ったら同期が弱くてでも有料企業だったみたいなのが一番ベストなんですよね。僕もその土木の会社の普通に社員だったらいきなりザワユー来たらびっくりしますよ、ね。夜が遅くないので、だいたい15時に終わるので本当に楽です。15時朝早いんじゃないですか。朝現場マネージメント側なので9時でしたね。9時15時なんですか。9時15時です。鬼ホワイトですね。そうなんです、鬼ホワイト。しかも昼休みが12時から1時までちゃんとあるんですよ。実働5時間。それはインターンでしょ。皆さんそうですね、現場に出てない方は9時から15時。1個の現場の単価が高いので、例えば40億とか50億とか1個やると、なので1日1個仕事があっても全然採算取れるので、その1個の仕事に対して請求書を作って工程表を書いてメールすればいいだけなので、本当に9時15時で終わるっていう。インターンを経験することでいろんな見える世界がガラッと変わりますし、1個やると多分次のインターンやった時とかは今回のと比較してまた良さ悪さが見えてくると思うので、比較する最初の軸ができるっていうのはすごい大きな価値になると思うんですね。じゃあそんな感じで、はい、本日はこれでありがとうございました。ありがとうございました。